締め切りに向けてどうやっていいのか課題を明確にしてできる状態に。はい、ありがとうございます。数字に基づいた行動計画を全員で合意できている状態になればいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、締め切りに向けていい案を出します。はい、はい、分かります。締め切りに向けてスタートダッシュができている状態になっていればいいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、下期目標達成で課題解決するアクションが合意できたらいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、橋本さん、良かった点を伸ばして改善が必要な点を改善できるような合意事項が明確にできて素晴らしい状況を迎えられるように。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそれぞれ目標に向かって展開に進めていきたいと思います。はい、まず、早速なんですが、9月、振り返りを、してもらいますが、まず個別で、9月うまくいったこと、あと、まだ課題だなと感じることっていうところを、それぞれ最大3つずつ、最大でそれぞれ3つずつを3、4分程度でお願いします。